皆さんこんばんは、 MK です。マインクラフトパート236やっていきましょう。今回は超珍しいゾンビピグリンを捕まえていきたいと思います。そう、今急遽撮影を始めたんですけど、実はここにいるゾンビピグリンめちゃくちゃ珍しいんですよ。なんで珍しいのかを説明する前に一旦ネザーゲートを壊してしまいましょう。そうしないとゾンビピグリンがネザーに行ってしまう可能性がありますね。 OK、 とりあえずこれで確保はできました。で、なんで珍しいのか説明していきます。ゾンビピグリンっていうのはもちろんネザーにしか基本的には湧かないんですよね。なんですけど、オーバーワールドで出現させる方法が2つありまして、1つは豚に雷を当てる。そうすれば、ゾンビピグリンに変わるみたいです。で、もう1つの方法、これがめちゃくちゃ珍しいんですよ。このネザーゲートにあったあの紫色の膜があるじゃないですか。あそこから 0.1% の確率で自然発生するみたいなんですよね。で、このゾンビピグリン、その自然発生で生まれた子でございます。ですので、なんとか確保したいなんですけど、この子もちろん敵モブですので、 MK さんが離れちゃうと消えちゃうんですよね。なので、離れないようになんとかこの子を確保しないといけないんですけど、離れても消えなくする方法っていうのは、あの皆さんも分かってると思います。2つあります。で、1つが繁殖させる方法で、もう1つが名札で名前を付ける方法ですね。で、このゾンビピグリンは繁殖させることはできませんので、名札で名前を付けるしかありません。一回寝ましょうか。待てよ、大丈夫だよな。ベッドのところまでだったら多分離れているという判定にはならないと思いますが、で、名札で、そう、名前をつけないといけないんです、今から。なんですけど、 MK さん今名札持っていません在庫を切らしております。倉庫にもないし、どこにもありません。ですので、あのエメラルドで交換する必要があります。なので、今からこの子から離れないようにしてエメラルドを集めましょうめちゃくちゃ大変なんだけど。で、待てよ、多分大丈夫だと思う。ここにエメラルドのあれがあるんだけども、今ね2個しかないのよ。で、ちょっと緊急事態だからこれ取ろう。で、3個3個しかないのよ。で、あの名札は20個必要。待って、消えてないよね、名札は。あれ、あー、びっくりした。 OKOKOK 名札には20個エメラルドが必要ですので、今からここのサトウキビを増やしますそうすればあの司書さんが交換してくれるはずです。64個コップあれば足りるでしょう。で、よし、これを増やしている間に、その 0.1% っていうのをもうちょっと詳しく説明しますね。何が 0.1% なのかと言いますと、ティック、マインクラフトにはティックっていう要素があるんですよね。多分わからない方がほとんどだと思いますので、超簡単に説明しますと、だいたい40秒から1分ぐらいに1ティック行われるんですけども、それ自体もランダムなんですけど、そのティックが行われると、今読み込まれているチャンクの中から、3つ場所が選ばれて、で、その3つの中でチャンクじゃないと起こらない何かが起こると。例えば植物が育つとか、あとはモブが発生するとか、そういうのってティックっていうのが行われるから起こる現象なんですよね。で、そのティックがたまたまこのネザーゲートがある、ところのチャンクを読み込んで、かつ今ここサトウキビとかネザーゲートとかいっぱいあるじゃないですか。で、かつその中からティックでネザーゲートが選ばれて、かつ 0.1% の確率でネザーゲートからゾンビピグリンっていうのは生まれるんですよ。なので、もう 0.1% 以下ですよね0.1% 以下の確率で今この子生まれてきました。あの、もちろん普段の MK さんの動画見てる方だったらわかると思うんですけど、このネザーゲートの先はネザー駅になっておりますので、地面が全部ハーフブロックです。ゾンビピグリンが湧くような場所ではありません。なので、あのネザーゲートを通ってネザーからやってきた子じゃないんですよ、確実に本当に珍しい、ゾンビピグリンで、なので、ちょっと確保したいと思います。で、今紙何個になる、これで 43? とりあえず2スタックぐらい。いや、でもね、これじゃ足らんわ。本も持っていきましょう今ある紙と本が下にあるはず。本が、7個しかない。本棚を壊すしかないか待てよ、もうあの子を確保するためだけにね、すごいめんどくさいことになってる今。ほいほい、オッケー。で、あの子をどうやって離れないようにしてあの師匠まで連れていくかっていうと、もう一回叩くしかないよね、これに関しては一回この子を叩いて、で、攻撃判定
になってもらって MK さんを追いかけてくると思うので、その追いかけてきてるところをうまく使いながら師匠まで誘導すると。でその誘導してる最中になんとか交換して、こっちまで連れ戻ってきて金床のところに行って MK さんが名前をつけて、でこの子に名札をつけるみたいな、めちゃくちゃここから難しい作業が始まりますので、皆さんもぜひお付き合いください。こんだけあれば OK でしょう。よし、じゃあ行くぞ。多分足りるよな。足りなかったら最悪この本棚をまたどうにかしましょう。よし、じゃあ行くよ。一回叩くよ、申し訳ないけど。はい、よし。で、これでこっち来るはず。オーケー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 。で、待って。あ、これ、MK さんがやられても終わりだ。そうだね。MK さんがやられたら、やばい。終わり。それは終わり。本当に終わりだ。叩かれないように気をつけましょう。大丈夫だな。来てるな。歩くぐらいがちょうどいい。で、ほい。こっちまで来てもらう。大丈夫。来てるよ。で。あの子と交換しないといけないんだけど、それどうしよっか。終わった。待て。じゃああの子、うわ、大丈夫かな。消えるなよ。よし、今のうちに交換する。一瞬で交換します。はい。何個これで。まだいける。待て。はい。うわ、うっそ。あ、22個、オッケー、足りた。名札。よし。オッケー、いるよな。よし、オッケー。いる。まだいる。そしたら今度は、うわ、待って。船かなんかに乗せて引っ張った方が良かったな、これ。もう一回叩くしかないよね、これ。そうだよね。待って。こっち、うわ、来ねえか。船作る？いや、でも、どうせあれがね、あ、漕げばいいのか、一緒に。ちょっと待てよ。木があるから、これで、あ、作業台を作って、消えるなよ。待って、作業台を作って、船を作ろう、ここで。棒、大丈夫だよな。全部材料あるよな。木さえあれば。よし。消えるなよ。ちょっと見張っとくわ。あっち行ったら MK さんもすぐ走んないといけない。そうだね。叩くとさ、体力なくなっちゃっても嫌だから。で、さっきみたいに追われると MK さんも下の金床まで行けないから。よし。で、これを木材に変える。で、作業台にする。で、棒を作る。で、シャベル。待て。これ足りてるか？足りてるかは知らん。これで、シャベルを1個作る。ボート、オッケー！ボート。で、これちょっと一旦壊しとくよ。待って、ボートに乗せます。ボートに乗せて、大丈夫か？時間大丈夫か？ボートに乗せる。はい。で、MK さんも乗る。で、漕ぐ。これで、あっちまで行くよ。オッケー。あ、最初からこれにすればよかった。よし！よし、行くぞ。出発だ。これで行くしかねえ。これで行くぞ。そうだね。叩くと良くないわ。で、こっちまで来ても、結構遅いな、これ。遅くねえか。もうちょっとこれ急いでよ。いや、でもな、金床、無理だよな。そうだよね。金床をここで作れる方法はないので、もうこれで家の近くまでとりあえず連れていくしかない。よーし、オッケー。なんとか家の真ん前まで来ました。あれ？ここ通れないの？カーペットって乗り越えらんないのか？よし、じゃあ一旦ここにいて。そうしたら MK さん、金床で名前をつけてきます。なんという名前にしましょう。何も考えてなかった。桃にしよう。桃。桃で、はい、ピンク色なんでね。はい、で、桃ちゃんね、今日から。桃ちゃんを名前つけたいんだけど、先にちょっと待って。このボートを壊します。ほい。待って。ボートを壊しますよ。よし！で、桃ちゃん名前をつける。オッケー！これでとりあえず、消えることは絶対にありません。そしたら待って、どっかに確保しておかないといけないから、一旦ちょっと、そっちまで行って。で、違う。その豚の、とこまで、なんとか行ってほしいの。はい、オッケー。で、MK さんがまたここに乗って、よーし、行きますよ。まあ、タピンとこでもいいか、一回。一回タピンとこに入れよう、近いから。こうして、オッケー。で、こう来て、待て、タピン、やめて。今、壊すから。このボート今、壊すから。あ、壊さなくてもいいか、別に。壊さないでおく？あ、壊さないでおくか。その、いや、でも壊そう。待て。よし。壊します。はいの。オッケー！よし！これで、ももちゃん、確保しました。オッケー！そうすれば、名前がついてるから、MK さんが離れても消えないはず。ちょっと試してみましょうか。エリトラをつけて、ピュンと。よーして、めちゃくちゃ遠くまで行く。
いいよ。これだったら普通のモブは消えてますね。なんですけどももちゃんは、ほうほら映ってないでしょ、絶妙に。なんですけどももちゃんはデスポン判定が出なくているはず。 OK、 いました、素晴らしい。なんとか 0.1% 以下の確率のゾンビピグリン確保することができました。そしたら待って、ちょっと復旧させていい？さっきのエメラルドのところポンと入れて、これも中に入れておく。そしたらあとは黒曜石でネザーゲートを復旧させましょう。あれ？待って、火打ち石と内金がないよ。火打ち石と内金がないよ。あれ？火打ち石と、あったあったあった。でちゃんとつながってるかも確認する。まあつながってるとは思うけど、ここにポンとでポンと OK で一応つながってるか確認しましょう。ネザー液になっているはず。ほい、どうでしょう。 OK でほらここはハーフブロックになっているので、あのももちゃんが分けるところはないんですよね。ということで帰りましょう。よーし、よかったよかったよかった。なんとか 0.1% 以下、とんでもない確率のゾンビピグリン確保することができました。今後この子のお家とか作ってもいいかもしれませんね。どういう感じのお家にすればいいのかアイデアがあったらぜひコメント欄で教えてください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。